次は丈太郎。貴様だ。やろう。ディオ。ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。せっかく祖父のジョセフが私のザワールドの正体を、試験終了チャイム直前まで問題を解いている受験生のような必死こいた気分で教えてくれたというのに。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんでな。ほうほう、では十分近づくがよい。呪い呪い、ザ・ワールドは最強のスタンドだ。時間を止めずともスピードとパワーとて、お前のスタープラチナより上なのだ。俺のスタープラチナと同じタイプのスタンドだな。遠距離へはいけないが、パワーと精密な動きができる。ダムダムダム、様よりどのぐらいザ・ワールドのスタンドパワーが強いかちょいと試してみたかった。ま、試すほどでもなかったようだが。試すっていうのは傷にもならない、撫でるだけのことを言うのか。2万円の下ズボンは破れたがよ。一発入れず最後の攻撃だ。正真正銘最後の時間停止。これより静止時間9秒以内に型をつける。ザ・ワールド。1秒経過、2秒経過、3秒経過。ディオは時を止めたまま、なぜゆえか姿を消した。4秒経過。しかし丈太郎は考えるのをやめた。ディオが何を策していようと、ディオが静止した時の中で2秒間だけ動くことのできる丈太郎をどんな方法で攻撃してこようと、もらった2秒という時間だけスタープラチナをぶちかますだけだ。5秒経過。俺が思う確かなことは、ディオ、てめえの面を継ぎ見た瞬間、俺は多分プッツンするだろうということだけだぜ。6秒経過。キアガレディオ。7秒経過。ロードローラーだ。8秒経過。うぃー、ぶっ潰れよ。それだけが満足感よ。家庭や方法などどうでもよいのだ。そうだ、この血の目つぶしは勝った。死ねおる。